今大会が次の50年に向け大きな一歩となるよう、感謝の気持ちを胸に精一杯プレーすることをここに誓います。今年で50回の節目を迎え、新時代をスローガンに高校生アスリートが躍動した県高校総体。決勝リーグ初日から男女ともにライバル同士が激突。優勝に大きく近づくのはどちらのチームなのか、注目の一戦です。バスケットボール競技は今年も男女ともに延岡学園と小林のライバル対決が事実上の決勝戦となりました。女子は1点差で迎えた後半、小林が本来の力を発揮。2年ぶりの王座奪還を果たしました。去年のやっぱインターハイ出場っていうできなかった悔しさがあったので、今までやってきたことをしっかりコート上で表現できたと思います。絶対に日本一を取って帰ってきます。一方、男子は終始主導権を握った延岡学園が4年ぶりの優勝です。インターハイ優勝するぞ。続いてプレッシャーを跳ねのけ、今年も圧倒的な強さを見せた選手たち。インターハイ優勝するぞ。柔道男子団体は延岡学園が9連覇を達成です。絆で掴んだ優勝も。相撲の団体戦、創部わずか3年の小林西は1年生の時から切磋琢磨してきた3人が強さを見せつけました。3人という部員は少ないですけど、全国大会でも小林西の旋風を巻き起こして決勝でも活躍できるように頑張っていきます。全国大会優勝するぞ。今大会では数々の新記録も生まれました。女子 4×100m リレーでは宮崎北が県高校記録で優勝です。マックスパー。また女子ウエイトリフティングではスナッチで大会新記録です。初めて栄冠を手にしたチームもありました。サッカーの決勝戦、7連覇を狙う日照学園を破ったのは宮崎日大。自分たちが取ろうという強い気持ちでやってたんで、とても嬉しかったです。全国ベスト8を目指して一戦必勝で頑張りたいと思います。レスリングの団体戦、3年連続で決勝に進んだ都城西。団体戦は7人制ですが、都城西は部員が6人のため、最初からいっぱいの状態で去年の覇者宮崎工業に挑みました。幼少期から共に練習してきた3年生の石山、鶴、前原が順当に勝ちますが、宮崎工業も力強い試合を展開。両者ともに3勝ずつで、勝負の行方は2年生の坂本に委ねられます。プレッシャーあったんですけど、もう僕が最後やるしかないなっていうので。プレッシャーに打ち勝った坂本。都城西が団体戦初めてのインターハイ出場を決めました。去年も一昨年も取れなかったので、今年は絶対取ろうという気持ちだったので、本当嬉しいです。4年ぶりの大声援の中、自身の記録、そしてライバルたちと戦い抜いた選手たち。誇りと自信を胸に次なる大舞台に挑みます。